金湾石川ダム、石川川は沖縄県うるま市を流れる二級河川。河川延長2 9トル流域面積10.31平方キロメートル。うるま市と女村の境界付近にある丘陵地に橋を発し、うるま市内を流下して金湾に注ぐ。丘陵地は石川岳に連なる石灰岩台地で最上流部には石川ダムが置かれており、 周辺の農地で利用するために考え用水を取水している。支線としては普通河川の湯浅川と比賛川があり、いずれも女村から流化している上流部では稼働周辺の植生として琉球末の群生があり、他には赤木やハドの木、ホルトの木、ハマイヌビは異樹などが多く見られる。農地の中を流化する中流部ではパラグラスや 固アオイなどの水生植物が、干渉域となっている。下流部の水際では、メヒルギなどのマングローブ林がある。上流部には、テナガエビ類や、サカモトサーガニなどの甲殻類が生息しているが、外来種のグッピーやカワスズメなども確認されている。中流部では、魚類としてはハゼ、カダヤシなどのほか、カゲロウや、イトトンボなどの昆虫。 テナガエビや木ズガニなどの甲殻類が生育しており、これらを餌とする鳥類として、バンやシマアジなども生息する。下流部では、ボラなどの他双葉角ガニなどがおり、中流部同様にこれらを餌とするバンシマアジの他ダイサギなどが確認できる。なお、2016年には、上流部で全長167センチ、重さ18キロにもなるオオウナギが捕獲された。 ありがとうございます。